今度は高知商業がノーアウトのランナーを出します。フォアボール。さあ先頭バッター出しました。ラストバッターピッチャーの松岡に打順が回ります。ここは広岡さん、高知商業チャンスじゃないでしょうか。そうですね、先ほどのキャッチャーの好送球でですね、アウトにしてリズムをつかみましたですね、流れが今甲子園を来てると思いますんで、しっかり送りたいですね。なるほどね、はい、さあ送れるか、上げてしまった。あ、落として挟んで一塁はアウト。憎いダブルプレー、うまいですね。しっかり上がったボールを引きつけてショートバウンドで取りましたですね。もう一度ご覧いただきましょう。すぐ取らないで一呼吸置くわけですね、ショートバウンドで触ると。なるほど、はい、